チャンネルインクルージョンの時間です。皆さんいかがお過ごしですか？私は今仙台市太白区、長町にある、レストラン長町遊楽庵ビスターリに来ています。今日からですね、こちらでは西田がプロジェクトアートポンプ計画西田が、これが行われます。どういった企画かと言いますと、西田が病院に、近日トロフィーで生活している4人の表現者の皆さんの作品をここに展示するというものです。まずはですね、菅原明輝さんの作品を見てみましょう。菅原さんの作品はですね、詩になります。菅原さんはですね、作詞を行っているんですが、ネット上で知り合った、ボーカロイド等で作曲をしている人と一緒に、曲を作り、例えばですね、パセリガールという曲はニコニコ動画でもうすでに1万5000回、再生されているという、すごい人なんですね。そして次はですね、三塚正史さんを紹介しましょう。三塚さんはですね、写実的な絵が大好きということで、自身も、このような風景画を描いています。こちら花ですね、雲、そして、相田光雄が好きということで、詩も描いています。若干相田光雄風のフォントを探したんですけども、ちょっと似てないかなという本当にですね、三塚さんの絵、人柄が出ているような絵ですね。次は末永拓也さんの作品をご紹介しましょう。末永さんは大変な多作な人で、絵や詩、そして評論などさまざまな分野で、作品を発表しています。ブログフクロウの叫び等でこれを見ることができます。今回はこのおもちゃの王国、海の中の遊園地、そしてスズムシ2匹という作品を展示しています。詩もついています。お疲れ様です。そして最後は大友和弘さんの作品を紹介しましょう。大友さんはですね、ポストカードサイズの作品を作っていて、実際販売をされています。今回はですね、1枚の額に4点ずつ収めた作品を展示していますが、こちらは秋シリーズをちょっと集めてみました。非常に味わい深いですね。それからこちらはですね、日本の善光寺や厳島神社、そして、ベニス、ロンドンのタワーブリッジという日本と外国の風景を、描いたシリーズですね。そしてあちら側が、抽象画シリーズといいますか、楽、音楽、音符とかですね、それからちょっと華やかな気球、こうした華やかシリーズをちょっと集めてみました。というですね、4人の西田が病院にいる表現者の皆さんの作品が今日から10月16日まで展示されます。筋ジストロフィーというですね、難病、これは筋肉がだんだん衰えていってしまうという非常に難しい病気なんですが、この病気の中で、ほとんどですね、マウスを動かす指先ぐらいしか動けないような中で、非常に旺盛な表現活動を行っている4人の皆さんです。なんと言いますか、困難、病気の困難に立ち向かって表現しているというよりは、非常にその表現するという豊かさ、喜び、これが伝わってくる。何か困難な状況に立ち向かうというよりもですね、その自然体で表現するというその喜びを、我々はこの絵から、感じ取り、そして、純粋にですね、作品として素晴らしいと思えるような展覧会になっていると思います。ぜひこの長町遊楽庵ビスターリでの展示に足をお運びください。
今日から10月16日まで、まあ、最寄り駅は仙台の長町駅です。 JR そして CA 地下鉄いずれも長町駅で降りて徒歩5分ほどのところにあります。長町の七十七銀行の隣の隣です。ということで自治体の皆さん、ぜひこれからも素晴らしい作品どんどん作っていってくださいね。この西多賀の表現者の皆さんの作品はネットでも、見ることができます。アートインクルージョンの中に西多賀プロジェクトというページがありますので、ぜひそちらもご覧ください。ということで、長町有楽庵ビスターリより、中継いたしました。